パデルネは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデベタンソスに属する。スペイン統計局によると、2009年の人口は2672人で、ある。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は96.96% 96。パデルネは、アコルーニャ県の北東部に位置し、コマルカデベタンソスに属する。北は、 ミーニョとフラーデスと、東は、イリショアと、南は、コイロスと、西は、ベルゴンドと、ベタンソスと隣接している。面積は39.8キロ平方メートルパデルネ、の人口は旧の教区の61の集落に分散している。自治体市長は、ガリシア社会党のセサルロンゴ警報、自治体評議員は、ガリシア社会党7、ガリシア国民党3、 ガリシア民族主義ブロック、1となっている。パデルネは9の教区に分けられている。ディースヤナー・ジーグラフコ・エレストロド・でガリツヤ・ボリューム18、P73 から74、ジゲル・プブラケーションス200、2009、ISBN978 から8461358281、パブロス・ヨネス・デ・エチョデスで1900、アスタ1991、シフレス・オフィシアルズ・でロース・センソス・リスペクティボース、 シフレスオフィシアルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ。ありがとうございます。